新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを、季節性インフルエンザと同じ5類に移行することについて、厚生労働省の専門部会はきょう、感染状況などの現状を踏まえて、予定どおり来月8日に移行することを確認しました。 変更後は感染者や濃厚接触者の外出自粛要請はなくなり個人の判断に委ねられるようになるなどこれまで取られていた感染対策や医療体制も変わることになります。